えー、マリリンさんどうもありがとうございます。えー、中秋の名月、静岡市でもベルリーと同じような感じで、えー、見れました。意外とこの季節、台風や秋雨,雨などで見れなかったりしますが、えー、昨日は良かった。私は1週間に1回花屋さんに行き、花を買っていきますが、お花見の花が揃わなかったのです。割れもこうもなくて、トトロの山にすすきもなくて、 えー、おミなエしとリンどの木で雰囲気だけで飾りましたお団子はみたらし団子で、えー、済ませました、うん、いいですねお団子を食べるってやっぱいいですね、うん、今年の気候は全くおかしい、えー、トトロの山にススキはあるけど、えー、穂が出てないしキアリアもカラサゲハもルリタデハも飛んでいますぶん夏ですね、うん、でも赤トンボはいないセミはつくつく帽子がいないっていうことですね うん、アプラゼミはほとんど見ないままタンポポ,タンポポも少ししか咲かなかったどう考えても、えー、例年とは違いますねしょうまくん、えー、の家には花瓶に割れ、えー、もこうケそうですね、えー、菊ススキでお花見の花が飾ってましたねうんまああのベルギーも綺麗だったんですがそういう飾り物は一切しなかったですねこう、うん、でもお団子を食べれるのはやっぱいいですねうん なみなみさん、どうもです。君、えーえー、引引てんこうとまますす僕引田を知ってますね、うん、あの,この人結構 なんか危ないことをしている人だった気がします。日本の有名な医療イリュージョニストで,ですえ。この方こがテレビで何かで購入した月の土地の住所とかをおっしゃっていて、私の住所の隣と思った次第です。さすがに月の土地の住所を明かしても個人情報がとかはなりませんよね。危険もありません。 でも、もしこれからすっきり普通に行ける時代が来たら、私が買った土地を相続していければ、えそこに住めるようになったりするんでしょうかね。一応、夢は広がりそうえ。相当先の未来への投資です。でも、話のネタとしては面白いでしょ面白かったですね。2700円で買えるって、安くてびっくり。うん、でもあのー 最初は誰も信じてくれませんでしたが証明書を見せたら面白がってくれました、うん、まさかあんな安いなんてちょっと思わなかったですねあの僕も欲しいですね、うん、友達と話しようとベルギーでも買えるのかなってちょっと思っちゃってくはえです、うん 草24さんどうもです NHK の朝ドラ、私が見ていた記憶の一番古いのは、お花藩、1996年制作でもう年はいいです。母親が朝ドラと大河ドラマが好きで見ていたんで、一緒に見ていた感じです。 えー、1961年から放送を開始して、えー、現在放送中の「ちむどんどん」ドンドンで105作目だそうですよ。へ「自分の住む愛知が舞台は何かあるのか?」と検索をしたら、順調気だとエールがありました。うん、えー、スラカデ様が挙げていた、順と愛は風間俊介さんですよね、と。 えー、そして、空海さんどうもです、えー。コメントありがとうございます。えー、純と愛は風間さんの、えー、出演作で、えー、主演の主役で出演だったんで、副主演ですね、ということみたいです。で主演は夏、えっ、ー、とみかん、夏江さんではが演じました、えー。ちなみに私は純と愛の DVD を持っています。純、えー、と陽と愛では愛知県も舞台になりましたね。 特に順調時代の方は強烈に記憶に残っています。豆、うんえー、おばさんとみそ屋の山町の神かみさんは、えっとそうですね、えー、の激しい喧嘩ボトルのシーンは特に記憶にありますと。えー、木更木24さん、朝ドラマ社会人になってから見る機会が少なくなりました、えー。主演や出演者によって見たいなと思うものもあり、順と愛は少し見ていました。 ごちそうさんは、アンさんと東出さんのでしたっけこれも少し見ました。す、え、ら、ー、海さんはいろんなことに詳しくて行動力もあるし素敵ですね。と。うん。えー、ゆうのややさん、どうもです。えー、かぶさん、積み木の部屋の完成おめでとうございます。ライトがついていたんで、衣装も見やすく入っていましたよ。えー、パジャマ。 カジャマっぽささが少しし消えました、えー、株さんの笑顔も良かったですよ、うん、そうですね、もうちょっとこれは完成制限して、ちょっと次に行くためにですね、前に進みたくてですね、うん、もうちょっと、ま,あ、でもまだしばらくはやろうかなと思うんですけど、ひとまずこんな感じではい。えー、夏みさんどうもです。えー、かぶくんこんにちは。今日はいざよいの月ですということみたいですね、満月から少し欠けた月を、えー、あいなでる。 えっと、そうですね、風流な呼び方ですと、うん、奏でるか、うんえ、昨日はブドウと洋梨を月様にお供えして、高々と輝くお月様も楽しみましたえ。これで大好きなブドウですが、今はいろんな高級種があることを改めて知りました。え今年、売り出されたルビールマンという高級ブドウがありますが、なんと韓国でも売り出されたことが分かり、え農水省がえ急遽 DNA 鑑定をした結果、 同じルビールマンでであることが分かったそうです、えー、ブドウは栽培をしてから5、6年しないと実が、えー、ならないため、少なくとも5年前に日本から盗み出されたということですということですね。これは盗み出されたってちょ,ちょっとなんか。 なんでこんなことが起きたんだろうっていう感じですね。ブドウを盗んだっていう。で、これと同じように盗まれたのがイチゴのレッドパールとブドウのシャインマスカットですえ。レッドパールは数年前、一人の韓国人が農家を訪れて、誰にも譲らず、自分のところだけやるからと懇願され、あまりの熱心さに仕方なく、一株だけ分けて開けたそうですえ。それがなんと翌年には韓国中で栽培されるようになったというっていうね。マ、ま、ジか。これはでも。 ちょっと嫌ですね、うん、韓国のレッドパールはその後東南アジアに輸出されえ、今年までにその輸出額は22億円になるということです。これはイチゴだけの金額です。え中国もあります。中国に盗まれたのがあの高級ブドウ、シャインマスカットです。えアメリカや野菜は日本各地の農業試験場で長年かけてですねえ開発、研究され、世界のどの国よりおいしいお米や野菜、果物ができるんです。 日本人が長年かけて開発したものがいとも簡単に盗まれていかにも韓国、中国のもののように売られているこれが現在起こっていることなんだということは大変なことだと思いました。 確かにこれは初めて知りましたねえ韓国産のいチゴレッドパールは韓国産ぶどう、ルビールマン、中国産のシャインマスカットは日本から泥棒をしたもんだということをえ世界の人にも知ってほしい、え昨日食べたぶどうはブラックビートという実の直径が3センチほどの巨峰より大ぶりで甘みも美味しい強いし美味しいぶどうでした、長くなりましたということですね。うん なんかちょっと初めて知りましたね。盗むっていうことあるんですね。でもなんかこうやって作られた野菜とか果物って種が多分あるんですよね。で、種をまけば多分芽が出ますよね。おそらく。だから糸も簡単に広まってしまう気もしますけどね。うん。いや、ちょっとびっくりですね。うん。ゆうのえやさんどうもです。えー、かぶさん好の土地が2700円から買えるなんてすごいですね。いや、本当ですね。僕びっくり。 でも世界中の人が買ったらそうそうそう思ったそれ、うん、買える土地が残っていなさそうですねっていうね、うん、これほんと僕もそう思いましたよもし皆さん買ったらどうするんだろうっていうねうんカブさん月は北極より寒くて砂漠より暑いそうですえー、昼は110度 マイナス170度だそうです。もうん、住むのはまず無理ですね。うん、気温の最低気温の一番低い気温ってマイナス273度なんですよね。で、それ以上は下回らないんですよね。だからそう思うとかなりやばいかなっていう感じですけど、まあ110度ですね。うん、まあ結構そんな感じで、大気がないですよね。だから、まああの 太陽は、まあ、青空がもちろんありませんので、えー、月から見る景色っていうのは真夜中の、まあ、真っ暗の中に太陽が星みたいに輝いてるっていうイメージだと思いますよ多分うんで地球もあったりする感じだからあの青空っていうのはないですよねうんまあでも確かに皆さん買ったら土地なくなっちゃうけどそこら辺についてはどうなんだろうっていうねだから早く買った方が安く買えるのかっていう感じしますよねもしかして早ん貸しちゃったりして えー、空風さん、こんばんは、えー。連続テレビ小説について補足説明を入れていきます。まず放送時間ですが、現在は8時からの放送に変わり、15分早くなりました。あこれは知らなかったですね。昔、学校時代は8時15分から始まっていた気がするんですけど、これはありがたいですね。 また、現在は日本の働き方改革によると、労働時間削減を目的に土曜日分の放送が廃止され、1週間につき5話になりましたということみたいですね。それと、BS では7時半から放送されていて、小中学生の時は7時半から BS でよく見ていました。あ、これは知らなかったですね。てか、うちに BS が通ってなかった気がします。うん、あの頃は。確か。うん。これなら普通の投稿時間に間に合います。 あとは夜の再放送か土日の午前中にまとめて行う再放送で見る機会が多かったです。まあ、確かに、あの、お昼の機会で再放送やってましたよね。うん。え家庭によっては NHK の番組をほぼ見ないところや、連続テレビ創設を見る習慣や文化がないところもあるため、世間問わず人によっては全く話が通じないこともあります。え私の友達で定期的に見る習慣があると言っていたのは、 高校の東京の友達でした、えー。彼ともこの話題をしたことがあって、懐かしい気持ちになりました。うん、あまり確かに連続テレビ小説を見てるっていう人って、そんなにはいないですね。僕も話し合う人は。っていうか、あんま話さなかったですね、うんあの。おばあちゃんと話しただけで、友達とはこういう話はほとんどしなかったですよ。うんえー、順調期待は主役の有森桜子を演じる宮崎葵さんが、えー、主演でしたね。うん でこの作品の中で桜子がピアノで滝ン太郎の花を許可なく伴奏して、えー、女学校の女性教師に出席されたシーンもありました。えー、それと磯尾母さんとみそ屋の山町の女将さんの激しい喧嘩バトルのシーンはかなり強烈に記憶にあります、えー。ファイトに出演されていた方で覚醒剤事件の該当者は優の、えー、母役を演じた酒井典子さんですよね、うん。そうそう、これは覚えてます、僕も。えー発 最終的に執行猶予付きの有罪判決となり、一旦芸能界を引退しました。で、この時当時の夫が先に逮捕され、それがきっかけで発覚しました。そういえば、旦那が逮捕されてましたよね。うん。えー、そして事件後、離婚をしましたということですね。まあ、結構、懐かしいですね。うん。 はいえー藤原馬子さんありがとうございますえ株、ー、君積み木の部屋とても良かったです思わず拍手しましたえー、ジャンプ難易度上げてもオッケーだと思います楽しみにしていますちょっとね今日も陸上フィギュアの練習さず今日ちょっとなかなかうまくいかなくてうーん、あのー、3回転がねちょっと微妙になってきちゃってるんであのー、難易度上げれるかちょっとわかんないんですけどあのー 釣り、ね、もしかしたら、まあ、ループ等のところトリプルトリプルをちょっとやってみたいなと思っててあとサルコーの単独をですねもしかすると、えーまあ、フリップに変えていく可能性はあるんですが十分サルコーでもかなり難しくてですね、まあ、結構あの、まあ、そこら辺は楽しくやっていこうかなと思っていますのでうん、えー、レモンみかんさんこんばんはカくんつむきの部屋完成おめでとうございます、えー、力強くてキレがありますね、えー あと、もしもどちらか、もっと強い気持ちでいたらって、これ歌おうと思ったんで、ちょっと恥ずかしいんですが、のところの振りが好きです。あこれはステップシークエンスの、うん、多分中盤のところかなと思うんですけどね。うん。膝まずいたりするところですよ、多分ね。はいはい。うん。ありがとうございます。 菅田風さん、どうもです、えー。積み木の部屋の完成、おめでとうございます。演技の途中でライトをつけるシーンを取り入れて、照明による表現を意識されたんですね。うん、あの実は僕、これ、アドリブです、完全に。あの一番最初ね、あの何て言うんだろう、電気をつけて始めようと思ったんですよ。でも忘れてて、あ、やべえ、あのジャンプ、トリプルループ、ダブルトーク決まった後に思い出して、あ、電気ついてないみたいな、どうしよう、どこで強く切ようかなと思って、本当、アドリブですね。 うん。<music> あの最初ね、電気をつけてやろうと思ったんですよ。うん。えー、ナイス相手だったと思います、えー。ジャンプが見事に、そしてかっこよく決まりましたね。そして充実とした達成感に満ちあふれたカブさんの表情も良かったです。えー、虹の達成あ完成制限と、えー、衣装を着用して演技する大会も楽しみにしています。ファイトです。うん。そうですね、虹の方がちょっとなかなかあ、ズボンね、一応目処が立ったので、あ、えと、ー、でちょっとどんな感じかっていうのをちょっと紹介していこうかな と思いますズボンの方ね、集中して、うんあの、もうすぐで学校も始まってしまうんで、えー、そちらの方をちょっと集中してやっていきたいと思ってます。はい。カオリンさん、どうもです、えー。積み木の部屋の完成おめでとうございます。よかったです。今までで一番の出来ですね。と。ありがとうございます。うんまあ、自分の中では結構よかったんですが、まあ、ちょっと最後の方ぐらいついたんで、まあちょっと、ちょっとはよくはなかったかなっていうのがありますけど、 うんまあ、自己満かなと思いますね。はい。えー、背中さん、どうもです。えー、かぶさん、きさらぎ24さんへ、きさらぎ24さん、返信ありがとうございます。私もしっかりと見ていたのは学生時代までです。これはだからあれですね。えっ、ー、と、NHK の連続テレビ総説の話ですけど、ただ、週末の再放送は今も比較的見ることがあり、気に入ったらしっかり見る感じですね。うん。NHK のありは、NHK のあり方は、 いろいろと議論になりますが、えっと、連続テレビ小説、大河ドラマや小さな旅などの紀行番組や、今は、えーそうですね、放送終了をしましたが、えー、プロジェクト X など良質な番組も多いので、やはり日本のテレビ文化は欠かせないと思っています。あと僕ですね、NHK のドキュメンタリー結構見ますね。うんあのー、あれは 日曜だったかいつだったか忘れましたけど、まあ、結構ドキュメンタリーやってるんですよね、うん。そういったもの結構見たりしますよ、僕は。うんえー、ごちそうさんもあ、あとね、もう一個ね、ダーウィンが来たってやってますか、今の。あれすごい好きですね、うんえー。ごちそうさんも実は好きな作品です。えー、主題歌のユースの雨のち晴れるやも好きな曲でカラオケで歌ったことがあります。えー、主演はアンさんが演じました。えー、主人公の夫役は東手正宏さんが 演じましたこの東出さんもちょっとなんか問題を起こした気がするんですけどちょっと勘違いだったら申し訳ないんであまり言いたくはないんですけど確かなんかあった気がするな炎上があった気がするんですよね何だったか忘れましたけどこの作品の共演をきっかけに結婚しリアルの夫婦になりましたうんあそう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 ここまでは良かったんですが2020年1月に東出さんの不倫が発覚しその後離婚しましたですよね離婚あの不倫だったんですね うん、不倫発覚はコロナ禍の直前で、この頃は相当大騒ぎになりました。ですよね、あの全然、その時はもうこっちにいたと思うので、結構なんか荒れててですね、東出さん、かなりなんか炎上をしてたような気がしたんですが、あのなるほど、余談ですが、現在、アンさんはフランスにお住まいだそうですということですね。うん、なるほど、うん 加、えー、部さんに次の質問です。えー、大河ドラ,ドラマで印象に残っている作品はございますかうん、一瞬で言いますよ。義経ですね。義、は、経、い。義経はかなり見ましたね。うん、あのとてもやっぱりタッキーかっこいいしっていう、まあ、関係ないですけどあの、ベンケモンかっこいいしっていうね。まあ、かなり、うん、でもなんか、あのー、なんていうのかな。 まあ、女性たちが海に自殺するところのシーンとか結構悲しかったりしましたね。うん。そうそうそう。なんかそのあは源氏とかね。うん。言ってましたね。うん。なんか結構懐かしいな。だから義経は結構なんか見てました。あとね、えっと、秀吉だけど、なんだったっけな。女性をテーマにした方の秀吉の方。なんだったっけな。結構、なんか。 すごいなんかお嬢様がすごいお嬢様な気取りな感じで、なんか3人の3人娘がなんか言ってですね、なんかいろいろこう名前的な感じがあったりとかする、なんか秀吉がいて、名前忘れましたね、何だったっけな、すごい有名なやつ。うん ちょっと今度またこれも思い出したら話しますね。あと音楽も大河ドラマ好きな曲本当に多いですね。あのちょうどショートプログラムの2分50秒間にまとまるんですよね。だから大河ドラマは本当に、えー、曲、ビクョウフィリアでも前昔使ったことあるかなと思うんですよね。うん。あと花もえゆとかの曲すごい好きですね。ただあの作品は見てないですね。うん。あとは八重の桜とかも あんまり見てませんけどちょっと覚えてたりはしますねただ義経とあともう一人ほら秀吉がいて女組が3人いたやつ名前忘れましたねすごい有名なうんなうんかでもなんか皆さん茶番だって言ってましたけどもねでも本当に好きでしたねうんそんな感じかなうんあと坂の上の熊も最初の方は見てた気がするあと坂本龍馬もねうんただ義経が一番印象に残ってるかなと思いますね僕はねはい えー、マイクボカズミさん、アキラさん、どうもです。カブくん、こんばんは、えー。完成おめでとうございます、えー。考えれば入院の時から始まりましたね。いや、本当ですよ。カビプリンになぜか、あの、カ,ブカビプリンになぜか来たり来なかったりのパン、今もう笑い話にできるかな。うん。なんかもう、なんかわ笑い話っていうか、もうすでに忘れかけてますね。<laughs> ただ、カビプリンは結構覚えてますよ。うん今あの来年の 3月22日から3月26日の世界選手権のチケット情報が出ましたよ。5日間の投資券は9月17日から、あ、これあれですね、フィギュアスケートの会でちょっとお話しますね。うん。あの、ちょっと見れない方もいるかと思うんで、このお話、後でフィギュアスケート会のところで載せていきたいと思います。多分そっちの方が皆さん目に通すかなと思いますのでね。はい。 ムイピーさんどうもです。えー、とても良かったです。特にジャンプ、勢いがあってハッとしました。えー、一つ一つの演技も大きく見えて素敵でした、えー。昨日私、洗い物をしてて思わず自然と積み木の部屋を鼻歌で歌ってました。えー、この次は虹の完成ですか楽しみにしています、うん。ありがとうございます。あのー、積み木の部屋ね、うんいや。まさかこのプログラムで最初演じるとは思わなかったんですけど、いやなんか、なんか、なんかね、 好きですね、この曲ね、うんえー。マイク・ボアティラさん、カズミさんもイットです。カブ君、こんばんは、えー。韓国の通貨はフォンじゃなくてウォンですよ。そしてこれはファ,ファビオと呼ぶということで、えー、と火の病って書いてファビオと呼ぶんですね。でそして次は美容光じゃなくて徴用光と呼びます。ア、えー、アジア通貨機の時は 韓国に相当な外科を融通しましたが、えー、そんなことを忘れてしまったかのようですということですね。で、ファピョーは、えー、本当に韓国特有の病気だそうで、米国の、えー、研究者がちゃんと調べてますよという、ね、ことですね。これがなんか韓国の特有な病気らしいですね。うん。で、今、えー、今の大阪にいます。えー、娘と UBSJ に行ってました。おお、いいですね。 あの、ハリー・ポッターね、うん。あ、ありますね。暑かった。ホグワーツにも行ってきました。いや、いいですね、本当うん僕もね、ちょっと今日、ハリー・ポッターまた見てですね、最後まで見ましたよ。うん、ただ、終わりはね、ちょっとしゅ消化不良かなっていう感じしますけどね。うん。まあ、でもそこはちょっと置いときまして。うん。あのー、僕のタイプの女性は、守ってあげたいと思うタイプです。なるほど。えー、三原舞ちゃんとか、元 SKE48 の主題センターの松井玲奈ちゃんです。あえっとね、多分知って てるかなでも見ればわかるかもしれない。うん。えー、分かんないですね。ちょっと、かぶくんは知らないだろうな。AKB48 の名古屋版で、彼女、鉄道ファンなんですよっていう。あ、SK48 はね、僕知ってますよ。好きな曲あったんだけど忘れましたね。うん。あのー、すごいね、友達ファンでしたね。うん。あ、で、これは、京ざめと読むということで、で平安時代に、唐の国で検討をして、えー、渡り、そうですね、やっと日本に帰れるときに歌、 えと読んだ和歌で天のあ、天の原、振りけ見れば、えー、春,春の日なる、三坂の山にいでしつきかもという、望郷の、えー、春日の山にかっていると同じ月なんですな、ね、ということですね。で、百人一首にも出てきますよということみたいです。うん。えー、マルニンさんどうもありがとうございます。えー、歌舞伎の陸上フィギュアスケートの中では、TS、PCS 合わせて最高点、あ 最高得点でした。うん。一つ残念なのは、衣装が曲に合ってないと思うんです。なるほど。うん、衣装を作っている過程を知っているから、あるのでこしられているから、ただ、積み木の部屋とのタイトルに合わせているんだが、えー、歌の詩の,の意味は、彼女と暮らした、そして別れ、その階層でもっと強い力で愛は続いていたのかな。 フィギュアスケートの表現は表していたけど、積み木の部屋の脆さ、あやよさだから、衣装は憂いのある色やデザインがあるとあ、合っていると思いました。衣装がどうしてもおもちゃ箱に、そうですね、その通りですね。うん。おもちゃ箱にある積み木の部屋とかを連想してしまう。ですよね。率直に言ってしまいました。そういう性感で。うーん。いや、あのね、その通りですよ。あのー、 今回ね、あの、ちょっとそこが僕も反省点ですね。まあでも、あの、限りになる衣装の、あの、生地の中から作ったんですけど、まあでもね、うん、確かに積み木ですよね。あれはおもちゃの、おもちゃ箱の積み木だと思うんで、うん、まあそこはちょっとドンマイということで、うん、もうちょっとこうなんか哀愁深さとか、まあ男女の恋愛の感じとかね、まあそういった感じが出ればいいかな。だからまあ、 逆に言ったらズボンとあの、まあ、ベストな感じでは黒のベストに、まあ、下は例えば白とかの方がむしろ良かったかもしれないですね。で、えー、とその黒の,その、まあ、ジャケットのところに花を赤い花をつけた方が多分良かったかなっていう感じがあるんですがズボンがねうん詰めきですよね。うん、なので、まあ、そこはちょっと見なかったことにしてですねえっとまあ一応あの満足ということなんですけどうんまあ次もからも考えながら作っていきたいなと思っています。はい はいで。というわけでですね、えっと、こんな感じで、えっと、僕のお話は終わりですが、え、いくつかフィギュアスケートに対、えっと、に関するお話もいただいておりますので、え順番にお話ししていきたいと思います。